皆様大変長らくお待たせをいたしました。ただいまより京急120年の歩み号出発記念式典を執り行ってまいりたいと存じます。本日は、大変お忙しい中、京急120年の歩み号、出発開始記念式典にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。主催者を代表して、厚く御礼申し上げます。先ほど司会の方からもお話ございましたが、1898年、明治31年2月25日に、当社の前身であります大師電気鉄道が、創立されまして、本日まさに今日本日が、120年を迎える、大きな節目を迎えることになりました。本日、ここに、運行を開始します、京急120年の歩み号は京急電鉄の、歴代の電車を塗装を再現したものでございます。車内には歴史をテーマにした展示をしております。そして120年前から今日至るまでの困難に立ち向かい、さまざまな問題や課題を克服してきた諸先輩方の足跡を再確認してまいりたいと考えております。Thank you.